おはようございます。大人水族館のしゅんです。こちらは我が家のポケモンキッズコレクションですね。ポケモンキッズっていうのはポケモンの指人形のことで、1996年から発売が開始されている、まあ、当時は100円でね、売られておりまして、2023年現在は1つ200円しますね。で、このポケモンキッズですね、まあ自分が子供の頃から買っておりまして、今もね、発売がこう続いているというね、歴史あるポケモンのおもちゃなんですけども、食玩フィギュアなんですけれども、今回は、ポケモンキッズ全紹介してくださいっていうようなね、視聴者さんからのコメントも以前ありましたので、ちょくちょくですね、ポケモンキッズの歴史に沿って、紹介していこうかなと。我が家にあるポケモンキッズを歴史に沿って紹介していこうかなと思います。ということで、今回はポケモンキッズの始まりとも言える第1弾。ここからポケモンキッズは始まったっていうね、最初のポケモンの指人形のシリーズは全8種類だったんですね。その8種類をね、紹介していきたいなと思います。で、ポケモンキッズのナンバーリングって、ポケモン図鑑のナンバーリングとはちょっとずれてるところがありまして、まあ、例えばですね、ポケモン図鑑のナンバーリングで言うと、ナンバー001は、この不思議種ですね。で、ナンバー002が不思議草、そして不思議バナ、人影、リザード、リザードンっていう感じで、で、ゼニガメ、カメール、カメックスっていう感じで、続いていくんですけれども、ポケモンキッズの001は、何か皆さんお分かりでしょうか？こちらです。はい。ゼニガメなんですね。このゼニガメが001番です。ポケモンキッズの。すべてはここから始まりました。このゼニガメかなり年季入ってますね。もう自分が子供の頃ね、すごいこう、普通に遊んでましたからね、こうバンバン友達ともこれで遊んだ思い出がありますね。懐かしいですね。その指人形をね、自分が大人になって、自分の子供とね、こう遊びに使えるっていうのがね、なかなかこう感慨深いというか、ものすごい物持ちいいなというふうに思ったりしますけれども、この子がですね、001です。ゼニガメです。そして、次がですね、こちら、リザードンですね。ゼニガメの次はリザードンなんですね。002がリザードンと。これもね、ゼニガメ同様、かなりね、使用感のあるフィギュアですね。懐かしいですね。この感じのリザードン、この表情、もう今と全く違いますよね。まあ、リザードンとか先ほどのゼニガメもそうですけど、こういう人気ポケモンっていうのは、こう後々も、新しいバージョンでですね、収録されてたりとかしますからね。あ、このリザードンも初期のやつですね。2体いるんですね。結構ね、複数持ってたりとかしますね。今の、ポケモンキッズはね、中何が入ってるのかわかりますけれどもね、当時はね、こう中何が入ってるかわからないブラックボックス状態、ガチャガチャ状態だったんで、結構ダブって持ってたりとかします、初期のものはね。で、最近のリザードンを今ちょっと探してるんですけども、なかなか見当たらない。あ、例えばこれとか。これそんなに新しくないけど、どうでしょうか？全然違いますよね、顔ね。うん。どん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 ね、最近のリザードンの方がこう表情が、可愛らしい表情をしているなと個人的には思いますね。で、続いてが、不思議種ですね。ボロボロの不思議だ。いいですね。年季入ってますね。過去のね、こういうポケモンキッズはね、プレミアついて結構高くなったりとかしますからね。そして004が人影となっておりますね。で、この人影はですね、初期のこういう指人形ってね、同じ形で復刻版とかっていうのも出ておりまして、復刻版の人影もね、うちにありましたんで、ちょっと見比べてみますと、どうでしょうか。体色がね、単純にこう明るくなっているっていうだけじゃなくて、目の色も違いますよね。中の白い部分の他はですね、元々の、第1弾の本当初期のやつは灰色一色となっておりますけれども、復刻版の方ではですね、こうちょっとこう青くなってる部分があって、端っこ、ちょっとね、脇が白いっていうような感じで、生き生きしてるっていうか、まあリザードン、先ほどのリザードンのね、説明同様、どん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 こう、新しいものはね、こう表情豊かで可愛らしくなってますね。まあでもね、初期は初期でいいですよね。そしてプリンです。初期のプリンですね。
どのフィギュアも使用感ありますね。もう20年以上前ですからね。でプリンも、先ほどの人影同様復刻版がありましたので、ちょっと見比べますと、まあ、形は一緒なんですけれども、全体的にこう色が暗いですよね。初期の方はね、復刻の方が明るいという感じですね。まあ、とはいえこう目の色合いとか、まあ、そういったところにね違いはありませんね、プリンの場合は。ナンバー006でピカチュウなんですね。初期のピカチュウすごい小さいんですよね。めちゃくちゃ小さい、親指とか全然入りませんよ。お次はヤドランです。こんな早々にヤドランがね、あのラインナップされてたんですね。でもって記念すべきポケモンキッズ第1弾の最後が、ミュウとなっております。008がミュウと。でミュウはですね、先ほどのプリンとか人影とかと同様を、復刻版がありましたんで見比べてみますね。でこちらが復刻版で、そんなに、細かいディティールの違いはないんですけれども、全体的に色合いが明るいのと、プラスアルファ目を縁取ってる黒のラインのね、濃さみたいなものが、太さが違いますよね。強調されてますね、目がね。というわけで今回は我が家のポケモンキッズコレクションの中からポケモンキッズの始まりである第1弾、1996年10月に発売された全8種類の指人形を紹介しました。すべて持ってました。でね、初代の初期の151匹のポケモンは結構ね、ほぼほぼ持っておりますので、こんな感じでですね、あのポケモンキッズの歴史に沿って順々にね、いろいろと紹介していきたいと思います。そんな感じで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。今回はポケモンキッズの始まりである原点第1弾のね、8体を紹介しましたけれども、もうポケモンキッズの指人形はものすごいラインナップあるんですよね、過去作ね。持ってないものいっぱいありますんで、リサイクルショップとかフリマサイトとかチェックして持ってないものと出会えればですね、どんどん仲間入りさせていきたいと思いますね。で、指人形は新作も熱いんですよ。で、2023年5月にはミライドン、コライドンの指人形がついに出ます。こちらですね。いいラインナップですね。パルデアの御三家がね、あのラインナップされておりますけれども、まあ、ホゲータ、ニャオハ、クアスはすでに出てますね。かわいいですね。で、パモも出るんですね、5月にね。で、8月にもですね、あの指人形が出まして、そちらの情報ももう公開されておりまして、それがこちらです。ソウブレイズ、グレンアルマ。来ましたね。どん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 出てきますね。元トカゲ、崖ガニ、海ディグダ熱いですね。で、元トカゲに関しては、6月にですね、一足先にモンコレの方で商品化されますね。指人形もモンコレも新作楽しみです。ではまた。